お疲れ様です。はい、じゃあ2月の2 11日はい、2月の11日の火曜日、ブックアイランド狭山台店が閉店になりました。はい、16年本当にお世話になりました。あのね、レジに立ってたんだけどね、結構たくさんお客さんに声かけられて、あの今までありがとうねとか、おばあちゃんとかが、しまちゃん寂しいよとか言われた、あ、でも移転するんですよっつって、そっちもあの利用するわなんて言われたりとかね、あの本当にありがたい感じでした。あとね、本当にありがたかったの、本当嬉しいの、これやばくない？これグッときちゃうよね。そう、あのお店今までありがとうって言って書いてきてくれた子とかいたりとかね。あと本当にたくさんのお土産も本当にありがとうございます。なんかお花までいただいたり、うん、あとなんかチョコとかもらったんだよね、こんちゃんね。あ、こんちゃんまだ生産中ですけどね。はい、こんさんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、どうだった？閉店のセレモニーはもう終わったけど。いや、ちょっとなんかね、泣かせるとさ、俺全然、俺的にはあの、うん、社長がえらい喋って、うん、お前いなかったよねっていう立ち位置でしようと思ったら、なんか俺をなんか立ててくれて、ありがとうございます。いや、でもやっぱり本当に感謝してるよ、こんちゃんには。やっぱ最後まであの残ってくれたのは君だけだよ、本当に。たくさん仲間がいたけど、最後まで生き残、あの最後まで友達でいてくれたのは君だけ。カブトムシ、あのそう、カブトムシも取り行ったりさ、あとパチンコ行ったりとかさ、最後に一緒に遊んでくれたのはコンちゃんだけでした。はい、本当に今後もよろしくお願いします。はい。で、最後ね、あの店まだ騒がしいんだけど、結構最後今日いろいろお客さんがまだ来てくれて、な、野生のゴリラも、ゴリラ、はい、ゴリラ、はい、ありがとうございます。あ、お手よし、あ、痛い。はい、もうね、最後もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は CS だったんだもんね。はい、はい、もうどうですか、最後に立ち会って。しかもメインの司会ですよ、最後の最後に。あ、そうなの？僕が締めていいのかって思ってました。何を？上で？上で。あ、そうなんだ。はい、ディスクもね、あの無事に閉店して、でも移転できるもんね。そうですね、もう全然最後と思えないぐらい活気があって、うん、めちゃめちゃいい CS ですよ。うん、そう、本当に良かった。だからあの次に頑張れる感じになったよ。これがお前寂しかったらさ、次やんのみたいな感じになるじゃん。僕多分毎回もう今日行けないですって。はい、なのであの元気よくね、次につながるような、なんだろう、一部間、二部みたいな感じでいきたいと思ってるんでね。はい、ここのとこ本当にずっと忙しかったんで、はい、皆さん本当にゆっくりしてください、近藤さん。はい、明日どうすんの？明日温泉行ってくる。もうずっと？もうお湯に浸かりっぱなし。髪切るでしょ？ああ。髪切って靴買って。靴買って。パチンコして。普通の人の、うん、休日を。休日をする。どこ、何温泉に行くんですか？牧場の湯。うん、ここ。牧場の湯、まあまあいいとこついたけど。あ、せいやは明日休みなんでしょ？休みじゃない。休みじゃないの？なんだ。仕事って。残念と。はい。というわけでした。まあ、こんな感じでね、なんだろう、もういろいろ喋り疲れたんで、もう今日はこのぐらいでいいんですけど、また明日からもでもあの頑張ります。で、僕ずっとあの狭山台頑張ってたけど、入間もまたあの戻って頑張るからね。はい、あの引き続きあの入間店、そして移転する、狭山店、リソ店、店名、狭山店にするか、狭山店もよろしくお願いします。その動画もね、随時あの狭山台店のチャンネルで上げてくんで、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ本当に、16年間ありがとうございました。ママさん、ありがとうございました。え、こんなの実は店長、俺はいいの、マジかよ。ちょっと待って、頑張りました。ありがとうございます。これ嬉しい、ビールだ。これすげえ嬉しい。何、俺は何、泣かせようとさせてる。いやいや、もう店長、頑張ったよ。ちょっと、ラブさんが激しくなったから。それこそ嬉しい、ありがとうございます。店長にも、あ、本当にありがとう。うわ、特攻だ、特攻の。ああ、頑張ったよね。うん、だってレミまだ幼稚園だったぜ、その頃。そうだよ、幼稚園のレミがよく遊びに来てたの覚えてる。うん、嬉しい、これすごい。いや、びっくりした。あれ、どこに隠してたの？はい、というわけでね、あのブックアイランド狭山台店、本当に皆さんね、たくさんご利用、あの愛してくださってありがとうございます。で、引き続き、あ、1ヶ月半ぐらい経ってか、ちょっとこれからバラしてさ、引っ越しして新しい店になるんで、そちらの方もぜひ、ご利用ください。今度なんかね、よかったよ。うん、ありがとう。みんなにこんなにしてもらえるなんて思わなかった。うん、はい。泣いてる。ちょっと泣いてる。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。
ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。